私がやってきたのは、じゃん、美瑛にやってきました。今日はですね、明るいうちに美瑛の美味しいものとかたくさん観光スポットを巡っていきたいと思います。美瑛にね、旅行に行く方の少しでも参考になればと思っております。それではレッツゴー。まず初めにやってきたのは美瑛専科本店さんです。旬の生鮮品から焼きたてのパン、加工品まで揃う丘のふもとのアンテナショップなんです。食品のメニューはこんな感じでした。ドリンクのメニューはこちら。ショーケースに並ぶスイーツも美味しそう。初めに頼んだのはいちごジュース490円、搾りたてのフレッシュジュースです。いちごの甘さとジューシー感がたまらない。これは美味しすぎる。また来たら絶対に買ってしまうな。続いて頼んだのはジャガバターと野菜とチーズのホットサンド。この黒板を見て一瞬で注文したホットサンド。たくさんの新鮮な野菜とチーズがたっぷり。パンもふわふわで甘みがあって美味しい。ラタトゥーユのような味付けの野菜とミルキーなチーズがよく合う。これも本当に激うまだ。そしてこちらも念願のジャガバター、丸ごと2個入ってました。いただきます。ホクホクなジャガイモはもちろんのこと、まるでホイップクリームのようなバターがすごい。また人生ナンバーワンを更新してしまいました。気に入りすぎて次の日も食べに来たのは秘密。頼んだ3つとも全部信じられないくらい美味しくて本当に感動しました。美瑛に来たらマストで食べたいおすすめグルメでした。さて今度は施設の中を探検。入って左へ行くとフレンチレストランが併設されていました。今度行ってみたいです。入り口から右に曲がるとこちらには市場があり、地元産の旬なお野菜やお米、そして美瑛産トウモロコシの加工品を購入することができます。中でも気になったのがこのお菓子。買ってみましたが、コーンの風味と口に入れたら溶けてなくなる不思議食感でとっても美味しかったです。続いては隣に併設しているパン屋さんへ来ました。パンのメニューはこんな感じ。
一番気になった美瑛の牛乳パンを購入してみます。何なんですかこれは。自家製のバタークリームがこれでもかと詰まっていて、もはやパンではなくスイーツの領域ですね。レジ横に美瑛の牛乳が売っていたので思わず買ってしまいました。牛乳パンに牛乳を合わせる人は私です。パンもふかふかで小麦のいい香り、甘いものや生クリーム好きな方必見ですよ。今度美瑛に来たら美瑛専科絶対寄ると決めた。めまして、美瑛の道の駅にやってきました。で、中を見ていきたいと思います。美瑛駅前にある道の駅で軽食が食べられるスペースがあったり、お土産品の販売もあります。で一番気になった美瑛サイダー、カラフルな3種類の味がありましたが、今回は美瑛サイダーの青い池に決めました。今美瑛の道の駅に行ってきました。ちょっとお腹があんまり空いてなかったので、レストランとかは寄らなかったんですけど、お土産屋さんの方でじゃじゃーん、美瑛サイダーを買ってみました。青池バージョンということで、すごい真っ青なソーダなんですが、一口飲んでみたいと思います。よいしょ。あ、ちょっとレモン風味かな。美味しい。うん、普通にラムネだ。美味しいの。これをじゃあ飲みながら行っていきたいと思います。続いては美瑛で有名な観光地青い池に向かいます。駐車場は有料で普通車500円でした。前に来た時はこんなに整備されてなかったから綺麗になっててびっくり。自然でできたとは思えないほど綺麗な色。そしてこの後は青池の売店へ。メニューはこんな感じ。購入したのは青池ミックスソフト。青い狐の描かれたクッキー付きのソフトクリームです。青い部分はラムネ、白い部分は牛乳味でした。このクッキーが完全に映えですね。アイスをつけて食べると美味しかったです。久々の青い池だったけどとっても綺麗でした。また紅葉の季節にも来てみたいです。続いて向かう先は色彩の丘にやってきました。ソロお花畑デビューを果たす
アラサー女子。入り口すぐにはラベンダー畑が。と思ったらサルビアというお花でした。まあ、でもラベンダーの雰囲気を味わえただけいいんです。その他にはポピーが綺麗に咲いていました。ポピーっていろんな色があって形も可愛いんですよね。色彩の丘といえばガイドブックなどで見るこの景色。私の行った6月下旬だと時期が少し早かったみたいで、まだ開花の準備中でした。また敷地内ではさまざまなアクティビティがあり、お花畑を一周するノロッコ号は大人気のようでした。そんな流れに逆らって私はアルパカ牧場へ。チケットは1人500円です。中に入るとお客さんがいなくて運よく貸し切り状態。キャベツを100円で購入したので早速揚げていきます。控えめに行ってすごく楽しかった。久しぶりに動物と触れてほっこりした気分になりました。今度はお花畑が満開の時期にもう一度来たいと思います。今色彩の丘に行ってきたんですが、まだちょっとお花の時期が早くて、ガイドブックとかに載っているようなカラフルなお花畑っていうのは見られなかったんですけど、でも、一部咲いてるお花もありましたし、ポピーとかすごく綺麗でした。次の目的地に行くぞ。レッツゴー。セブンスターの木にやってきました。確かになんだかタバコのパッケージで見たことあるような気がする。この周辺は空気がきれいで思わず深呼吸をしてしまいました。さてもう旅も終盤です。途中セコマ休憩をしていると突如現れた謎のふわふわ、なんかの植物の綿毛っぽい感じだけどびっくりしました。最後に自分へのお土産を買いに再度美瑛専科へ。新鮮なアスパラを購入しました。なんと790円で31本も入ってた。
美味しかったし、お得すぎです。今回の BA の旅はいかがだったでしょうか。いやー、お花畑も行けたし、美味しいものも食べられたし、青い池も行けたし、いいドライブになりました。お天気も持ってくれて本当に良かったです。それでは夜はね、旭川に宿泊する予定なので、旭川でたくさん食べ歩きをしていきたいと思います。そちらの動画はまた別で出す予定ですので、お楽しみに皆さんお待ちください。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。安全運転で走ります。So, yeah, I do.